中央大学1年、小野田拓人です。今日はカザフスタンと試合をして、結果的に2対1で負けてしまいました。3P の最後の最後に失点しまい、悔いの残る結果でした。やはり、このような接戦のゲームを勝ち抜かないと、この後の試合も、勝てないと思うので、まだ明日試合あるので、今日の悪かったところはしっかり改善して、またリフレッシュして明日の試合に臨みたいと思います。頑張ります。